はい、皆さんこんにちは、こうへいでございます。ということでですね、今回なんですけども、いやーすごくね、個人的にまあこれまでね、何回も多くですね、しかも長いこと、ラブライブですね、ラブライブシリーズを追っかけてきて、まあいろんなねライブ、参加してきたんですけども、その中でもね、今回のライブはね、特に、自分の中でも上位に入るんじゃないかなってぐらい、感動したのと、もう演出面もそうですし、ライブの内容そのものもすごくてんこ盛りだったというところでですね、感想を語っていきたいと思います。蓮の空女学院、セカンドライブツアーブルーミングウィズ、こちらのですねライブ、私千葉公演、まかりですね、2日間、ね、参加してきましたので、今回はですね、こちらの、ライブの感想ですね、まあ一応ね、セットリストとかももうね、公式によってアップロードされているので、まあそういったものを踏まえてですね、まあ今回のライブ、どういったところがね、まあ良かったかっていうのをね、まあ個人的に印象に残った部分を中心に、まあピックアップして、感想を語っていきたいなというふうに思います。はい、ということでね、感想を語っていく前に、まあいつものことなんですが、いや本当にね、ありがたいこと、もういつものこととは言ってもね、ありがたいことなんですけども、千葉公演ね、今回、2日間もね、参加したということでね、会場の方で、多くの視聴者さんにもですね、お声掛けいただいたりとかして、本当にね、もう皆さんね、もういつもいつもありがとうございます。はい。本当にね、嬉しい限りですね。皆さんがね、動画だったり、ね、いつも動画見てますとか、ね、言ってくれるからこそね、モチベーションにもなりますし、まあ、こうしてね、動画投稿も続けられてるんだなと、つくづく思います。でね、そう、今回ね、やっぱりセカンドライブ、ユニット甲子園だったら異次元フェスの後に行われた、まあ、初めてのナンバリングライブということでね、初めて蓮の空のライブに来ましたって方もですね、すごく視聴者さんの中にも多かったです。はい、それだけですね、ユニット甲子園異次元フェスがですね、いかに蓮の空の名を知らしめたか、これもですね、すごく感じたところでございますので、まあ、そこら辺のね、やっぱり、こともあって、今回のですね、セカンドライブに関しては、もう非常にボリューミー、30曲近く披露しましてですね、なんと4時間にも及びました、ライブ時間。はい。やばいですね、4時間って。はい。まあ、デイツがね、一応4時間だったということでね、もう、めちゃくちゃやるな、このライブって思いましたけど、はい。まあ、今回はですね、そこら辺の感想を、語っていきます。はい。で、そもそもですね、今回の、セカンドライブというのはですね、まあ、ね、冒頭から、話していきますが、ゲスト出演も、あったということなんですが、今回のセカンドライブのテーマとしてはですね、リンクライクラブライブの、メインストーリーの、10月から、今日、まあ、今日というか、ライブの日に至るまでのですね、物語が、ライブで披露されたということで、まあ、リンクラの活動記録も振り返りつつ、まあ、それに沿った形の時系列順でこう曲が披露されたということになります。で、ゲスト出演した、ね、新入生、3人に、まあ、新1年生3人に関してはですね、まあ、あくまでも、先行で、ちょっと早めに、披露させていただきますと、いった形でですね、今回、いろいろと、まあ、ゲスト出演をして、まあ、お披露目も一部、楽曲も歌ったという形になりますね。でね、ちょっと印象に残ったところをいろいろと話していきますが、まずはですね、まあ、ドリームビリーバーズから始まったということでございます。まあ、ここはね、ファーストライブと同じですね。はい。やっぱりリンクラの世界に入る、ためのライブでございますから、やっぱり1曲目はもうドリームビリーバーズって、これも多分方針は変わらないんでしょうね。はい。リンクラのテーマソングでございますから、ドリームビリーバーズから始まるということになりました。はい。で、その後ですね、やっぱり10月度の、まあ、フェスライブ、10月からのですね、この物語ということなので、まあ、ハロウィン曲であるトリック&キュートもですね、その後に披露されたという形になります。一応ね、ファーストライブのも後半のね、方で、披露されたりとかもしましたが、トリック&キュートね、こちらも来ましたという形になります。はい。で、その後ですね、MC マカワイ映像と挟みまして、まあ、フェスライブ、リンクラに沿ったですね、10月から4月の、この日までの、物語をですね、振り返るという形になりました。でね、もういろいろね、早速ね、もう曲いろいろやっていくなっていう感じでちょっとびっくりしたんですけども、ミラクラパークからですね、ノンフィクションヒーローショー、ドドド、このあたりがですね、もう一気に披露されて、で、まあ、ミラクラパーク、ドルケストラ、スリーズブケといった形で、まあ、ノットアウォーク、
先編版が、水彩世界という形でですね、まあ、それぞれ、披露されたという形になりました。はい。まあ、それもね、すごく良かったですし、そこからですね、活動記録ダイジェストに入りまして、ね、翼らリベルテとか、そういったものも、まあ、披露されたという形になります。はい。いや、これもね、すごく良かったですね。そう、翼らリベルテもね、僕結構これ好きな曲で、サチ先輩がね、こう、ね、後輩たちに託した、これは歌でございますけども、いや、ほんとね、ここでやってくれたかっていう感じでね、もうすごいね、感動しました、これに関しては。はい。やっぱりね、なんですかね、サチ先輩のその思いがこもった曲、雨が止む歌だと、ね、本当に言ってますけども、まあ、それこそね、ハスのライブもね、終わった後にね、雨がちょっと降って、でね、まあ、翌日には止んだんですが、まあ、金沢ってね、雨も降る場所って、雨が降りやすい場所、曇りになりやすい場所って言われてますから、やっぱりそういったね、地元ならではのこう特性っていうのも、こういった楽曲に落とし込んでると。いうところでですね、それをね、実際にリアルでライブで見ることができたということでね、個人的にはこれめちゃくちゃ、印象に残りましたね。はい。で、その後ですね、ホリデーホリデー、イシンデシンテイクトーバー。まあ、これはですね、両日、2日間ともでですね、曲変わったんですけども、ミックスシェイク、ここの土台付き任せと。で、その後ですね、カードオシル映像、が流れて、まあ、マカ映像ですね、が流れまして、で、リンクトゥザフューチャー、こちらもですね、披露されました。いや、これはですね、僕ね、もう以前もね、瀬戸利予想していた通りに、なりましたね。もうめちゃくちゃ感動しました。もう本当にカーテンが現れて、で、いわゆる、こう、スクリーンに投射するような形で、完全にフェスライブの時と同じような状態で再現したんですよ。まあ、早着替えもしつつっていう形の、展開ですね。いや、あれね、見たときびっくりしましたね。まあ、1日目はね、僕ね、前から18列目の席で、まあ、比較的前側の席だったんですよ。で、2日目に関しては結構後ろの方、まあ、最後列ではないけれども、まあ、割とね、後ろから4番目のブロックで、こう、引きの絵で見たんですけども、もう近い絵と引きの絵両方で見ることができたので、あれはね、すごく感動しました。もう1日目ね、僕それ初めて見たとき、もうめっちゃ感動して、本当にね、もう泣いちゃいましたもん。ライブ初っ端、まあ、初っ端っていうかね、前半あたりでしたけど。はい。これはね、すごい良かった。で、しかも、リンクトゥーザフューチャーに関しては、もう本当に、これまでの、そう、のおさらい的な部分の、ね、要素の強い曲じゃないですか。ね、そういった要素がやっぱりある中で、まあ、フェスライブではこれまでのフェスライブの思い出がこういっぱい流れると。でも、今回のセカンドライブに関しては、セカンドライブの思い出がこういっぱいバーって流れるっていう。あ、ファーストライブですね。ごめんなさい。ファーストライブランキャンファンの時の、その、3都市6公演の思い出が一気にバーって流れるっていう形、展開になっていて、いや、やりよるなって思いましたね。そこまでするか、ハスの空っていう感じで、めちゃくちゃね、あれ再現度高かったですね。はい。でもカーテンが一気に降りて、サビに入ったという形の、あの展開、もう、あれはね、本当に僕の望んだものがね、すべて来てくれた。いや、それだけじゃなくて、さらにこう、驚かせてくれた。うん。やっぱりその、ラブライブ独特の、そのね、あっと驚かせようとする、そのね、二次元とのシンクロだけでなく、さらに、もう、その上を行くような、もう先ほども言いましたけども、みんなをあっと驚かせるようなね、そんな気持ちのこもったですね、まあ、そしてそれを実現へと導いたね、今回のライブだったということでね、これはね、もうすごい技術、すごい行動力だなと思いました。この演出をね、決めた方も本当にそうですし、めちゃくちゃすごいですね、これは。はい、本当に感動しました。で、ですね、そのね、まあ、リンクトゥザフューチャーやった後に、もうちょっとね、感動しっぱなしなんですけども、スペシャルサンクスの、まあ、時のね、フェスライブの曲いろいろとやったという形になりますね。青とシャボン、パラレルダンサー、ランウェイ、ミルクということで。まあ、ランウェイに関しては、これはさやかちゃんのね、ソロ曲なので、まあ、こちらに関してはね、まあ、リンクトゥザフューチャーよりも前にやった、要は、トリック&キュートの同じタイミングですね。このあたりで披露した、まあ、曲に、まあ、なるんですけども、まあ、そういった流れだったという形ですね。はい。で、ですね、ランウェイに関してもね、これね、
まあ、2日目参加した方だったらわかると思いますが、まあ、ちょっとね、まあ、ね、さやかちゃん、まあ、さやかちゃんと言いますか、まあ、野中ココナさんがですね、ちょっとね、2、3回ほど、こう、リテイク、まあ、リテイクって言っていいのかわかんないですけど、ちょっとね、まあ、歌い直しっていう形に入りまして、まあ、多分ですね、まあ、決してね、これ憶測の範囲内ですし、真相はね、野中ココナさんとね、ライブスタッフしかわからないと思うんですが、多分ね、音響上のイヤモニのなんかマイクの不調だったと思うんですよね。はい。耳に流れてくる直接のね、イヤモニで通して流れてくる通信の音楽と、そのマイクとのあれが合わないと。うん。だからね、振り付けもね、5、6秒ほどね、ラグがあったんですよ。まあ、なので、音響だったりマイクの不調なんじゃないかなって思いましたけど、まあ、そういったちょっとトラブルが2、3回、あ、2回かな。2回、まあ、ちょっと起きて、でね、まあ、野中ココナさん、本当にね、そういったトラブルの時もね、極めて冷静にね、臨機応変に、すいません、もう一度歌わせてくださいってもう言ってたので、いや、よく、もう本当に、あの土壇場、ね、トラブルの時に、あれだけね、その、スムーズに、かつね、笑顔でね、こう、すいません、歌わせてくださいって言って、そして最後、三度目の正直でこう、歌い切ったと。いう形だったので、まあ、もちろんね、こういったライブなのでトラブルはまあつきものっていう風に考えるのもやっぱり大事なんですが、いざやっぱりね、そういったものがね、トラブルが実際に起きたら、僕だったら似たようなね、対応、スムーズな対応、ね、臨機応変な対応できなかったんじゃないかなと思いますよね。もしね、自分があれだけね、多くの人に、しかもセンターステージですからね、360度のね、お客さんに囲まれた中で、いざあれだけスムーズに対応しろって言われてもできないと思うので、いやほんとね、蓮の空の最年少でありながらね、すごい子だなって思いましたね。はい。いやもうほんとね、まあ、これ X でも書かせていただきましたけど、もうどんなことがあってもね、あんだけのね、もう、なんだろう、力というか、持ってるものがあればね、もう、どんな困難がこれだ、今後ね、訪れてきてもね、乗り越えられるんじゃないかなって本当に思いましたね。はい。で、しかもね、あの状況ってソロ曲なわけですから、メンバー、他のメンバーいないわけですよね。本当にたった一人だったわけですよ。ね、やっぱり他のメンバーがいるとね、まあ、例えば、アイコンタクトとかで、こうしよう、ああしようみたいな感じの相談とか一瞬できたりとかしますけど、目合わせる相手もいないじゃないですか。基本的にメンバーも誰もいないですから。まあ、ライブスタッフとかはいるかもしれませんが、そういった中でね、ああいった対応できたということでね。うん、まあ、もちろんね、野中ココナさん自体はね、万全のコンディションだったと思いますが、ご本人はね。まあ、ただね、聞こえてくる音だったり、まあ、マイクといったですね、そういった設備のちょっと不調っていうのでね、こう、ああいった対応、スムーズな対応できたっていうのは本当にすごいなと思いましたね。まあ、これまでね、僕も本当に、累計すると数年前からもう何十回ってライブ、ラブラブシリーズのライブ参加してきてますが、ああいったものは本当に、トラブルはね、本当に初めてだったので、ちょっといろいろとねですね、考えさせられました。はい、本当にすごい子だなって思いました。はい、ということでごめんなさい。ちょっとね、話がね、ここだけでちょっと長くなっちゃってもあれなので、いや本当ね、野中ココナさんすごいなというのと、またいつかね、ランウェイ聞きたいなって思いました。はい。まあしかもあれはね、さやかちゃんをね、こう、さやかちゃんが自分自身がこうね、スクールアイドルをやる目的っていうのをこう見つけるための曲ですから、そういったところでもね、なんかね、こう考えさせられる部分がありましたね。はい。まああとね、ちょっと関係ないんですけどね、個人的には、まあ何とは言いませんが、2017年2月のですね、横浜アリーナで起きた、とあるイベントを現地で見た時のことがですね、頭の中でちょっとフラッシュバックしまして、若干ですね、ちょっとランウェイの2日目の時、ちょっと禁断症状出ちゃいました。はい。まあですがね、乗り越えてくれたということで、本当に良かったです。はい。では、ごめんなさい。ちょっとね、続きいきますね。で、その後ですね、ランウェイの後、ミルク、ミラクルパークですね、ミルク。で、アイデンティティ、行われたということで。で、その後ですね、スペシャルセンクス、シュガーメルトと。まあ、いう流れだった形ですね。はい。まあ、これはですね、1日目2日目で、若干カップリング曲変えたりとかも、しています。で、その後、活動記録ダイジェスト、がまたまた流れまして、これはですね、この後はですね、サチ先輩に送る歌、抱きしめる花びら、こちらもですね、歌われたという形になります。いや、これはね、本当に、
もうサチ先輩への思いがこもった曲ということでね、すごく感動的な展開でしたね。こうね、みんながね、それぞれ花を持ってね、お花持って、花束にね、こうね、刺して、こうね、サチ先輩への思いをこう伝えるっていう、あのね、振りも、まあ振りというか、こう、まあお芝居、まあなんていうんですかね、ああいったアクションもですね、すごく、その、まあ卒業した先輩に向けての曲なんだなっていうことが感じ取れる、パフォーマンスだったんじゃないかなと思いました。で、その後ですね、抱きしめる花びらの後は、レガート、こちらが歌われました。そう、僕、レガートやってほしいって本当に思ってたんで、抱きしめる花びらの後に、その後にやってほしいと思ってたので、もうこれはですね、完璧に、まあ予想が当たったっていうのももちろんそうなんですが、やってくれたなっていう感じでもうめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい。これはもう本当に良かったです。で、その後ですね、メンバーによるバーチャル MC が行われて、メンバーの MC の中では、本日はここでライブ終わりです。ありがとうございましたって形で終わります。はい。まあ、なので、こっからのアンコールパートあるんですけども、そこからはですね、まあ、なんというか、その、リアルのハスの空としての、こう、姿っていうのを見るという形になりますね。はい。メンバーとしてはそこで終わったという形になりますので、アンコール、ダブルアンコールに関しては、キャストとしてのハスの空をちょっとね、僕個人的には重点的に見てました。で、その後ですね、ちょっとね、早速ね、これいろいろとやってくれたなって感じなんですけども、アンコール初っ端、なんとディープネス、6人バージョンで歌われました。いや、これもめっちゃ良かった。もう6人で出てきた瞬間びっくりしましたもん。6人だと思って。で、これはですね、ハスの空の漫画、コミックの中のですね、ネタらしいですね。コミックの中でディープネス6人で歌うといった、ネタがどうも含まれてるそうで、まあ、それを再現したという形になります。いや、僕ね、ミラクラパークね、メグちゃんだったり推してるので、ディープネス人権ないなとか思ってたんですけども、いや、これでようやくね、人権獲得できたんでね、すごく嬉しかったです。はい。まあ、その後ですね、オンイヤーマークを歌ったり、あとはですね、シャッフルユニット、はい、ルリノと愉快なつづりたち、ハスの休日、カホメグジェラートのですね、それぞれの曲も歌って、で、その後ですね、104期生、ね、104期生の新たな3人も含めて合計9人でドリームビリバーズを先行して初披露したという形になります。はい。一応ね、ゲスト出演として彼女たちのね、3人の出演も決まっていたので、ここで9人でドリームビリバーズを歌うと。で、その後ですね、新入生3人の自己紹介が行われて、で、まあ、一回ですね、アンコールはお開きになるという形ですね。要は、ハスの空のですね、キャラクターメンバーの方に関しては、新入生3人はまだ、練習中で、遠征には来ていないっていうね、要は設定だったってことも、ありますので、キャストとしては、ゲスト出演で決まってるってことなんで、ちゃんとそこは分けたかったんでしょうね。はい、キャラとしては、3人は来てない、新メンバー3人は来てないので、そこで、キャラまで巻き込んじゃったら、リンクラのストーリーとこう矛盾しちゃうのでね。だからアンコールでは、キャラクター設定のハスの空は出なかったっていう形だったんですよ。はい。まあ、そんな感じでドリームビリバーズ、アンコール歌い終わりまして、その後ですね、ダブルアンコールで、ステップアップ永遠のユーフォリアという形で歌われて、こちらお開きになったという形になります。合計4時間ですね。いや、本当に、すげえライブだなと思いましたけど、はい、ここまでやるかって感じですね。でね、今回ね、1日目2日目、それぞれですね、座席位置も違ったんですが、1日目は1日目でね、センターステージ目の前ですごく楽しむことができましたし、2日目に関してはかなり後ろの、後ろから4つ目のブロックだったんですけども、自分のところがですね、たまたまトロッコが頻繁に来て、頻繁に停車して、っていうものすごい、トロッコで至近距離をね、感じれる席だったので、めちゃくちゃですね、レスいただいたり、こうね、手振ったら手振り返してくれたり、まあそれはね、1日目もあったんですけども、そういったですね、要はレスポンスをいただける、そういうですね、座席でございました。まあちょっとね、ですね、前もちょっと見せましたが、このね、100万さんとかもね、持ってったりとかもして、ね、トロッコ越しでね、まあレスいただけたりとか、まあそんな感じでもございましたしね。はい、最高でした、セカンドライブ。まあこの後ですね、まあ今回ね、千葉公演終わりましたけど、兵庫公演もですね、今後控えてるということでね、まあそっちもそっちでね、めちゃくちゃ楽しみなところでございます。はい。ほんとね、ハスの空のセカンドライブね、これはなかなかやばいので、ね、本当にラブライブしてるなって感じの、今回ライブでございました。終演後にはね、サチ先輩のね、アナウンスもあったということで、
本当にね、キャラクターのことを、コンテンツのことを、物語を重視してる、大事にしてるんだなって感じれましたね。はい、ということでですね、皆さんの感想もね、ぜひね、コメント欄にたくさん書いてください。よろしくお願いします。ということでですね、今回は、ハスの空のですね、セカンドライブ千葉公演のですね、感想を語っていきました。以上、浩平でございました。バイバーイ。